体操です。ミス・ボリビア。マリア・クリスティーナ・ゴメス。経営学を勉強している大学生です。特技はボリビアの民族舞踊を踊ることで、将来は何か国の発展につながる仕事に就きたいそうです。今は一生懸命勉強中です。ミス・ブラジル。アンナ・グリス。大学生でモデルもやっています。日本は大変気に入ったそうで、将来国際的なモデルになってまた日本に来られるよう頑張りますと言っていました。ミス・ドミニオン・オブ・カナダ。テリー・リー・ベイリー。社会学専攻の大学生でモデルもしています。今エアロビクスによく似たジャズ X に凝っています。食べたいものはどんどん食べ、あとはバスケットボールやバレーボールをしてシェイプアップしています。ミス・コロンビア。シルビア・マリサ・ユンダ・チャーリー。大学でアナウンサーになるための勉強をしています。現在でもアルバイトとしてラジオのレポーターをしていますが、今後はテレビの方でも活躍したいそうです。ミス・コスタリカ。モニカ・ザ・モーラ・ベラスコ。大学生でマーケティングを専門に勉強しています。8歳の時からクラシックバレエやモダンダンスを習っていました。モデルとダンサー両方のプロになるのが将来の夢です。ミス・デンマーク。キャサリーナ・クラウセン。モデルとして活躍中です。ジャズダンスにディスコダンスにと体を動かすのが大好き。初めてやってきた日本の印象は人々が親切でベオリーナイスだとか。ミス・イングランド。カレン・レスリー・ムーア。モデルであり、また BBC で子供番組の司会もやっています。将来はテレビ司会者として、彼女のチャーミングな笑顔はきっとお茶の間の人気を呼ぶかもしれません。ミス・フィンランド。ティーナ・ヨハナ・カリーナ・レイン。モデルをしています。ピアノを弾くときはクラシックだけですが、歌ならジャズ、シャンソン、ポップスと何でも OK。 いろいろな外国語を学んでいきたいと思っています。ミス・フランス。コリーヌ・テラソン。ファッションのメッカ、フランスからやってきた彼女はやはり大のおしゃれ好き。将来は広報関係の仕事に就くのが夢だそうで、現在は仕事を探している途中です。ミス・ジャーマニー。テトラ・ギーズラー。化粧品会社に勤務しながら専門学校に通ってメイクの方法などを習っています。メイクアップはおかげで上達しましたという彼女、水泳、水上スキー、ジャズダンスが大好きです。ミス・グリース。ビビアン・ギャラノポーロス。モデルをしていますが、仕事のない時は英語の教師をしています。というのも8歳から19歳まで合衆国で育った彼女は英語は得意中の得意なんです。ミス・ワーム。エレノア・ベナベンティ・マガス。大学でコンピューター分析について勉強中です。モデルの仕事はアルバイトで時々やっていますが、将来の希望としてはコンピューターアナリストになりたいそうです。ミス・グアテマラ。イルマ・ジュリエット・ウルティア。法律学を専攻する大学生です。将来は弁護士になるつもりです。ミスに応募したのはこれを機会に交友関係が国際的に広がると思ったからです。ミス・ホランド。ロザリー・ヴァン・ブリーメン。大学生で今法律を専攻しています。有名なモデルにもなりたいし弁護士にもなりたいと夢は膨らむ一方です。ミス・ホンデュラス。ミロディ・ハイド。アルバイトで秘書をしています。
今後コンピューターの勉強をしたいと思っているそうです。ダイビングとフォークダンスが得意です。ミス・ホンコン、デボラ・ユーエン・メイシー、グランドホステスとして仕事をしています。テレビタレントになることが夢ですが、ミスに選ばれたことで道が開けてきたと張り切っています。ミス・アイスランド、ゴラズ・ステラ・ブレニョルフ・ドッテル、語学の授業が大好きという高校生です。1年間だけミスの仕事をして、その後は獣医もしくは調教師になるためイギリスに勉強に行く予定です。ミス・インディア、ナランダ・ラビンドラ・バンダリー、彼女もやはり高校生です。ファッションデザインに大変興味があり、将来はファッションデザイナーになりたいと思っているそうです。今日のイブニングもなかなか素敵に着こなしていますね。ミス・アイルランド、ハレン・キュラン、大学でマーケティングを勉強しながらモデルもやっています。特技はお料理、豚を使ったオリジナル料理は彼女の自慢のメニューです。ミス・イズラエル、パジット・コーヘン、高校卒業したので国の決まりで2年間軍隊に入ることになっています。そしてそれが終了したら今度は心理学を勉強するため大学に入ろうと思っています。ミス・イタリー、モニカ・ギャロ、マーケティング専攻の大学生です。ディスコダンスが大好き。その他スキー、テニス、乗馬などたしなみます。将来は PR 関係の仕事に就きたいそうです。ミス・ジャマイカ、キャリアン・オブライアン、保険会社の OL として仕事をしています。一番好きなことはファッションデザイン。ゆくゆくは有名なファッションデザイナーになりブティックを経営するのが夢です。ミス・ジャパン、上野純子、大阪出身の大学生です。今年1年間は日本代表としていろいろな行事で活躍します。ピアノと読書、お料理が趣味だそうです。ミス・コリア、キュン・リー・キン、現在は家事手伝いをしています。ファッションデザイナーになることが夢です。ボーリングと水泳の好きなとても気さくな女性です。ミス・マレーシア、ジェニファー・フン・シン・ヨン、経理士として働いています。ボランティア活動に関心があり、人々を助けてなおかつ歴史上に名を残したいそうです。メキシコ、アドリアーノ・ゴンザレス、政治教育を勉強する大学生です。クラシックバレエのほか得意なのはメキシコの民族舞踊。やはりメキシコ料理が好きだそうですが、日本料理の中では鉄板焼きが気に入ったと言っていました。ミス・ニュージーランド、シュルビー・アン・ウェス、モデルをしています。ミスに選ばれとにかくびっくりと語っているシュルビー、ベジタリアンで野菜料理を作るのが得意だそうです。ミス・ノーザン・マリアナ、メアリー・セレスト・ササクラ・メンディオーラ、会社の秘書をしています。旅行が好きで行った国は6カ国、日本にはもう5回もやってきたそうです。北マリアナにもぜひ来てくださいとのことでした。ミス・ノルウェイ、モニカ・リエン、モデルとして活躍しています。歌は聴くのも歌うのも好き。
デビッド・ボーイ、ロッド・スチュアート、エリック・クラプトンのファンです。もっと有名なモデルになること、また女優になることも夢見ています。ミス・パナマ、ビアロカ・マルシャーク、大学で建築の勉強をしています。設計士か建築関係の評論家を目標に勉強していますが、日本に来る前に2ヶ月間日本語を教わってきたそうです。ミス・フィリピン、マリア・ビラ・ベネペーニュ・ネコー、モデルをしています。将来の夢は26歳で億万長者になること、そしてそのお金は老人のための福祉の方にぜひ使いたいとのことでした。ミス・ポルトガル、テレサ・アンドロード・ピント、大学に通いながらモデルもやっています。将来の夢はマリリン・モンローやジャン・モローのような女優さんになることで、絵を描くことが大好きな彼女です。ミス・スコットランド、シオブハン・ファール、少し前まで電話交換士をやっていましたが、今はモデルに専念しています。将来の希望は有名なモデルまたはダンサーになること、いずれはロンドンにで働きたいと思っています。ミス・シンガポール、ウォン・レン、クラシックバレエとジャズバレエが得意の彼女はスチュアーデスとして現在働いています。この仕事は結婚してからもずっと続けたいとのことでした。ミス・スペイン、マリソル・ピラー、フランス語の勉強を大学でする傍らプロのモデルとして6年間やってきました。大学を卒業したら公務員の資格を取るつもりだそうです。ミス・スウィーデン、グニャー・マリア・コルストローム、療養所に勤めていますが将来は看護婦になるつもりです。ジョギング、編み物、水泳が好きで歌を歌うのが得意だそうです。ミス・スイッツェランド、ガブリエル・アムリエン、スイスはスキーのメッカで、彼女もその通りスキーが大好きです。現在はモデルをしていますが、もっと有名なモデルになるため頑張ろうと思っています。ミス・タイランド、プラニ・ミャウヌアン、まだ高校生です。切手収集を趣味としていて、絵を描いたりバドミントンするのが大好きな彼女、ちょっと甘えん坊で誰からも好かれるキャラクターです。ミス・トルキー、ガムゼッツ・ハダログ、大学生でありアルバイトでモデルもしています。このミス・インターナショナルをきっかけに日本の皆さんがトルコに興味を持ってくれたらと語っている彼女、読書、ピアノ、バレーボール、テニスなどが趣味です。ミス・ベネズエラ、ミリアム・リーダマン、やはり大学に通いながらモデルの仕事をしています。旅行が好きでもう10カ国は旅をしました。日本はとても気に入ったとのことです。いずれは大使としてまた日本に来たいと語っていました。ミス・ウェールズ、ジェーン・アン・ライリー、物理療法のアシスタントをしています。乗馬、ゴルフ、水泳、スカッシュを楽しんでいますが、馬の背をする時が本当に楽しいと語る彼女でした。ミス・ザイール、ガルルワ・チュンバ・バギシャ、主にカメラ機械のセールスマネージャーをしています。ザイールの民族舞踊を踊るミスに選ばれたことで、将来の希望である女優または歌手への道が少し開かれたと思っています。さあ、これにて第3次イブニングドレスによる審査が中から15名が選ばれるわけでございます。そして15名から実さらに審査を続けまして、最後の栄冠に輝くミスインターナショナル世界一が発表されるわけでございます。その審査を発表を待つひとときですね、
皆様とご一緒に合唱したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 Oh, what a beautiful world! 新人行事に参加した模様をご覧ください。来日後すぐ行われた報道関係者披露会で最も写真写りの良いミス・フォトジェニックにミス・ポルトガルが選ばれました。名古屋では名古屋城博を見学し、地元の人たちと写真を撮ったり、ここでも人気の的でしたよ。名古屋国際ホテルで行われたディナーパーティーでは、地元の皆さんと一緒に楽しいひとときを過ごしました。横浜の中華街では思わぬ獅子舞の歓迎でミスもびっくり。美味しい中華料理に舌鼓を打ってました。2階建てバスで古都鎌倉の見学、大仏様の大きさには驚いていたようです。横浜市役所には市長を表敬訪問。市長からのプレゼントに大喜び。みんながミスインターナショナルになれるよう励ましのお言葉を受けました。いよいよ最終審査に残る15名の発表でございます。それでは発表でございます。ミス・ブラジル、ミス・イングランド、ミス・フィンランド、ミス・ジェルマニー、ミス・グアテマラ。それでは発表でございます。ミス・ブラジル、ミス・イングランド、ミス・フィンランド。
Miss Germany. Israel. Miss Japan. Miss Mexico. Miss Panama. Miss Portugal. Miss Spain. Miss Sweden. And the 15th finalist is Miss Venezuela. Ladies, please step up forward one step, please. 以上15名が決定いたしました、さらにこの中から審査の上1984年度ミスインターナショナル世界一たった一人が決まるわけでございます。それではもう一度改めてご紹介しましょう。ミスブラジル。 I'm great。 読書が好きな一方水泳を楽しむというように生と動2つの面を持つ彼女です。England? Helen Leslie Moore. テニス、スカッシュ、ネットボール、乗馬とスポーツ大好き。明るい性格で素敵な司会者になるでしょう。 Miss Finland. Tina Johanna Paulina Lane. いろいろな外国語を学んでいきたいということですが、今度ケニアに行くので向こうに通じる言葉を習いたいそうです。 And Miss Germany.ペトラ・ギーズラー。水泳、水上スキー、ジャズダンスが大好き。何事も勉強しなければ成功しないというのが彼女の心情です。ミス・グアテマラ。イルマ・ジュリエット・ルティア。一度来てみたかった遠い国、日本は人々が東洋がありとても素敵ですと語っていました。ミス・アイスランド。グラステラ・ブレニョル・ドッテル。自分を動物に例えたら猫だという彼女、大の動物好きです。ミス・インディア。ナランダ・ラビンドラ・バンダリー。好きな食べ物はやはりインド料理。日本料理はお箸がうまく使えなくてと語っていました。ミス・イスラエル。パジット・コーヘン。今回のミス・インターナショナルは一生の良い思い出になるでしょう。趣味は絵画とステップダンスです。ミス・ジャパン。今回ミスに選ばれて大変良い経験をしました。親善のお役に立てればと目を輝かせていました。ミス・メキシコ。アドリアーノ・ゴンザレス。全メキシコの踊りにはいろいろありますけれど、彼女ミス・ナショナルコスチュームでもお目見合ったように素敵な衣装を着るとバッチリ入るでしょう。ミス・パナマ。このミスインターナショナル世界大会にパナマは初参加ということで大変光栄だと語っていました。And Miss Portugal. テレサ・アンドロード・ピント。かつては20匹も猫を飼っていた彼女、猫が大好きです。どこか猫に似ていませんか。ミス・スペイン。マリソル・ピラー。今回ミスになれたことで仕事もレベルアップすると思いますと、勉強に仕事にと意欲満々の彼女です。ミス・スウェーデン。グニラ・マリア・コルスロー。ジョギング、編み物、水泳が大好き。
今回のお土産には時計を買って帰るそうです。And this Venezuela. ミリアム・リーダーマン。将来はベネズエラ大使館で仕事をして、大使として日本に来たいと言っていました。何か平和に関わる仕事をしたいそうです。さあ、これにて全ての審査が終了しました。そして最終発表を待つばかりでございます。再度皆さんに、温かい拍手をお送りしたいと思います。Thank you very much. 最終審査の発表でございます。ここで選ばれたミスの明日の人生がどういうふうに変わるか、また変わらないか、いずれにしましても、その幸せを祈りながら発表させていただきたいと思います。The second runner-up for Miss International 1984 is Miss Sweden. Congratulations.Miss Gunilla Goldstrom. Congratulations. おめでとうございます。さあ、続きまして、1984年度ミス・インターナショナル第2位は、